やったかと思う。うん。いやボス2号ボスのこと本当に心当たりないのか。心当たり、うん。2号ロボットの調子はどうだ。父さん、父さんはポスのこと知ってた。あ？そうか、父さんは僕がデータを持ち出しているのを知っていたんだ。お仕置きが怖いのか。ううん、父さんは僕が持ち出すデータを最初から用意してたんだよ。なんで。兵器ポスはノアって呼んでたけど、ノアを破壊するために必要なプログラムを持たせるためだと思う。俺たちは利用されっぱなしってことだな、クライパー。ったくよ、おかげで帰るとこなくなっちまったじゃねえか。おめ、マジかよ。しばらくは3人で逃亡者気分を満喫だな、みんな。ああ、俺部屋に大切なもん置きっぱなしだぜ。恥ずかしい写真とかな。そう、違うって。ほら保険証とかさ。変な本とか。そう、じゃなくて免許とか紐とかな。そう、こうピロって。だから違うっつーの。お給料とかね。違う。あー違わねー、一文なしじゃねーかー。笑えねえ。おーい。あ、いや、元気か、ニゴ。ダメだよ、ここではグレアムって名前なんだから。慣れなきゃオッケーだってな、クライパー。クライパー？俺はバーナードだ。だー、いいじゃねえか、クライパーで。なあ、ニーゴ。僕はニーゴじゃないようだ。でさ、言ってやったんだよ。はみ出てますよ。でさ。また変な話してる。まあいいけどさ。子供だからわかんないって言わねえのか。もう大人なんだよ。そっか、14だもんな。14って。いや俺もはみ出してたか。なわけねえだろ。あのさ、僕まだ13。あ、思い出したか。たく気づくの遅えよ。おかげで俺の過去がバレる。本当に出してたのか。いや、ほらシャツとかさ、よくはみ出るじゃん。え、シャツの話じゃなかったの。違う、いや、そう、シャツだよ、もちろん。クライパー、あれ。あ、何？プレゼントってやつ。何これ。見た目は気にすんな。おはようございます、ボス。これ、どうしたの。ノアのデータを送ってきただろ。あの時一緒にバックアップを送ってきたんだよ。なんで教えてくれなかったの。性格悪いからに決まってんだろ。まあな。もしかして二人で作ったの。ああ大変だったんだぜ。データがあるったってよ。俺らお前みてえの頭してねえからさ。どうやってこんなに小型化したの。だろう、小さいだろう。しかもこのサイズで写真も撮れるんだぜ。まずい。持ち歩くの。あ、ほら取ってとかつければさ。俺たちにできんのはここまでだ。あとはお前が。うん、このままでいい。ありがとう。ほら、じゃあさ、写真な、写真撮ろう。ボス
もしねえ。だから究極なんだろ。データ消耗完了。ノアを確認。ボス、どうして？ファンクションコードの復元完了。 F モード起動確認。こいつ何言ってんだよ。わかんないよ。お前が作ったんだろ。だってわかんないんだもん。ノア捕捉。いけるのか。やったぜ。ボス、ごめんね。 F モード終了。任務完了。ノア起動。まだ動けるのか。帰りてでさ、言ってやったんだよ。出てますよって。何の話？子供には難しい話な。まあな。子供子供ってバカにしないでよ。だってなあ。いいよ、父さんからの指令教えない。そこが子供だってんだよ。だって子供だもん。わかったよ、ウォルス。だからさ、なんかね、出てんの、こうピロって。わかんない、もういいよ。で、長官の指令は？前回の作戦覚えてる？衛星基地の爆破。そう、で、あの時爆破した基地にね、帝国の研究施設があって。研究？何の？うん、新兵器の開発らしいってことしか分かってない。じゃあ俺たち新兵器も壊しちゃったってわけか。昇級もんだね。壊してればね。ちゃんと指示通りに爆破したぜ。あのさ、まさか減給ってことはないよな。施設のことが分かったのは昨日だって言ってたから、査定には響かないと思うよ。で、結局その兵器は？それがね、いよいよ基地が壊滅ってところで、研究員が帝国の全研究施設にデータを転送しちゃったみたいで。ってことは、あちこちに新兵器。俺たちのせいじゃねえよな。さあ、まあ未完成の研究データだったから、実戦配備にはまだ時間がかかると思うけど。あのさ、今回の任務ってひょっとして？そう、新兵器が実戦に投入される前に叩くってわけね。いや、だってさ、帝国の研究所っていくつあるんだよ。157の中の5つが僕たちの担当。あのさ、ちょっと楽しいだろう。まあね。3人で5箇所か。結構厳しい指令を出すな。研究に比べればいくらかマシでしょ。まあそんな感じ。結構は今から。ポスの調子はどう？え、ああ、忘れてた。ハロー。ハローじゃねえよ。おはようござにます。ござにますって。ニーゴ、まだ治んないのか？わざと治してないの。かわいいでしょ？どこらへんが？かわいいじゃん。ハニーって言わせると、ハニーニーって言うんだよ。ちっちゃいに。なんだよ、ちっちゃいにって。ボス、ハニーって言ってごらん。ハニーニねえじゃねえよ、ったく。もういいよ。で、最初のターゲットはどこだって？ SH5 の工業地区。ミリオンクレイドルってやつか。のっけからとんでもねえとこだな。これくらいで驚かれたんじゃ、この先のスケジュールは言えないね。ありがたい。次は SJ21 の海上研究所。海？いいか、海ってのはな、戦闘機で行く場所じゃねえんだよ。まあ、広い砂浜でさ、こう、かわいいこと、あんなことしたり、こんなことしたり。
帰っちゃおうかな。ウォルス、早く来いよ。おお、ああ、今行くよ。無線切ったんじゃねえのかよ。ボス、さっきの戦闘データお願い。転送しました。向こうの開発状況とかわかるか。これだけじゃよくわからないけど、1体目と比較した場合の戦力はかなり上だね。レスポンスもいいし、機動性もかなり高いよ。でもさ、戦ってて思ったんだけど、なんか2体とも似た感触があったんだよね。すごく嫌な感じ。ああ、それは俺も思った。同じ匂いってのかな。うん、なんかこう、同じ血が流れてるって感じ。生き物みたいで気持ち悪いな。そう、生き物みたいな。性能が良くなったっていうよりも成長してる感じ。ノー、だから気色悪いからやめろって。そうだな、こんなことしててもしょうがねえし。2号、次は DW8、 砂漠のど真ん中。 DW8? つーか遠すぎだろ。それが兵隊さんの役目なんだよ。そうそう、早く行かないとどんどん成長しちゃうかもしれないよ。いやん、一人にしないで。例の件はどうなった。そうか、わかった。引き続き頼む。なんかさ、 DW8 の記憶があんまりないんだけど。暑かったからな。あれくらいの暑さで参ってちゃ、次は厳しいな。次は MZ573。 暑いっていうか火山じゃん。ボルス、どうなっちゃうのかな。な、期待してるよ。あんまり覚えてないんだからさ、意味ありげなこと言うなよ。いいじゃん別に、大したことじゃないよ。ボス、解析終わってる？終了処理を実行中。データを転送しました。ボス、俺なんか変なことしてたか？ウォルスは通常の 94% でした。わけわかんねえよ。いつもより 6% 面白かったってことだよ。あ？まあいいや、ちゃっちゃと片付けて帰るか。データはほぼ予定通りです。では計画の変更はないと考えてよろしいのですね。若干早まることはあるかもしれません。しかし大幅な変更はないでしょう。早まるとは？我が軍には優秀な人材が多いということです。君に聞いておきたいのだが、この計画をどう思っているのかね。言葉の通りです。他意はありません。この計画をもって我々は絶対的な優位に立つ。このことの意味は分かっているね。認識しています。理解しているのかと聞いています。いいえ。部屋に戻りたまえ。処分は追って連絡する。はい。気持ち悪い。はしゃぎすぎだ。吐くと大変なことになるからね。分かってしばらくほっといてあげようよ。そうだな。ボス、さっきのデータちょうだい。転送中です。こいつだんだんテキパキしてきたな。うん、ボスのプロセッサーはね、軍事用としても最高レベルなんだよ。お前が作ったのか。うん、機密データとか見ながら。自分のハッキングするなよ。だってセキュリティ甘かったんだもん。あ、父さんには内緒だよ。わかったよ。つーかさ、大丈夫？なんとか。それはいいんだけどさ、俺のマシン燃料ないんだけど。あれ、僕のは大丈夫なんだけどな。チェックくらいしておけよ。ちゃんと入れといたはずなんだけどな。まあいいよ、結構無理してるし、ここら辺で一度戻ってマシンの整備しといた方がいいと思う。それもそうだな。じゃ、戻ろうか。まだ気持ち悪い。大丈夫？ほっとけよ。整備は？もうすぐ終わるって。お、そうだ。これ、さっき長官が来てさ、2号にって、なんかあったのか？何って？2号を頼むって。なんだろう。
それ VD だろ。ウォルスの端末で見てみな。うん、ちょっと貸してね。ああちょっと待っ、うん、ああねえ、まあ気にすんなよ。ほら早く見ようぜ。ニーゴ、ロボットの調子はどうだ。ボス、知ってたんだ。最初に断っておこう。私はもう長官ではない。今日付けで解雇された。解雇って？詳しく話している時間はないが、今から言うことをよく聞いてほしい。君たちが今までしてきたこと、つまり今回の指令だが、これはすべて共和国の仕組んだことだったのだ。すべてってじゃあ。データを帝国に流し、帝国に新兵器を開発させたのは共和国だ。そんな、何のために。進化する兵器の開発、この計画、プロジェクトノアの目的だ。進化。複数の個で形成されたネットワーク、それぞれが独自のプログラムで動作し、フィードバックされたデータでお互いのアルゴリズムに修正を加える。どういうことだ？全然わかんねえよ。ある兵器を破壊する。そうするとそのデータで別の兵器が改良される。それが繰り返されるうちに完璧な兵器が生まれるってことだと思う。帝国にデータを流し、それをこのプロジェクトのために作られた特殊部隊 SRS が破壊する。最終的な一機は共和国が持っている。そして共和国は世界を。その兵器が完成したら俺たちは用済みか。ふざけるな。落ち着け。このプロジェクトを止めることのできる立場にいながら、すまない。どうして？私の責任だ。どうしてもっと早く教えてくれなかったの？私は君たちの上官ではなくなり、この計画は間もなく完了する。しかしこの計画は阻止しなければならない。人類のために。私の最後の指令を聞いてくれ。父さん。 HR13.034 究極の兵器を破壊してほしい。長官。 SRS 所属、ウォルス・ゴールドマン、了解。 SRS 所属、ニーゴ・マクブライド、了解。 SRS 所属、クライパー・スピアーズ、任務了解。